緑区は千葉県千葉市を構成する行政区の一つ。おゆみの霞が丘を中心に自然と調和した街並みを基調としたニュータウン開発が進んでいる。千葉市都市計画マスタープランによると、鎌取駅周辺を重要地域拠点、土家駅、本田駅周辺を地域拠点としている。百九十二年四月一日千葉市が政令指定都市となったことにより、 誕生した。区内各所では、宅地造成が進み、人口が増加しており、鎌取駅、学園前駅、お弓の駅を中心とする、お弓の土系駅を中心とするあすみが丘は、その代表的なニュータウン地区である。また、大東県宅が発表している、町の住み心地ランキングで、千葉県内の自治体部門、緑区に、駅部門では、鎌取駅、土系駅、となっている。 区内は東の内陸部へ行くほど標高が高くなり、区東部の土家周辺は標高が100メートル前後ある。気候は区全体が内陸に位置するため、冬の気温が低く、中央区の観測所とは気温が大きく異なる。積雪量も標高が高いため観測所周辺と比べて多く土家周辺で10センチ前後となるのも珍しくない。 夏は観測所周辺よりもヒートアイランドの影響が低いため、日中は暑くなるが、夜間は熱帯夜となることが少なく、朝晩は過ごしやすい。生み城本城、生地陣屋と江戸時代を通じて、千葉市唯一の藩である生地府藩の森川重俊の生実陣屋が置かれた。千葉市のうち、旧千葉郡、本田村、椎名村と三部郡、土家町に、 千葉郡聖浜町の内尾弓のに属する部分を加えた区域からなる。外防線、大網街道に沿った地域であり、駅ごとに市街地が分散しているとはいえ、生活圏との整合性を変えた千葉市の各区の中では、唯一合理性のある区割りと言える。区名は区域を代表する地名がないことから、公募に寄せられた案の中から決定した。有吉区への指示も高かった。 緑区では一部の地域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。緑区役所の所在地は、以下の通り線洋力郵便局主要な商業施設、ユミール、鎌取ショッピングセンター、お弓のセンターモール、千葉県子ども病院千葉県立土家高等学校、高等学校中学校、小学校特別支援学校公共職業能力、 開発施設政令指定都市施行前の郵便番号は266地域が280から0百267地域が299から31だった。千葉市編入後も土家地区は1989年まで旧三部郡、土家町の市街局番04757が使用されていたが3桁化する前の0 4 7にを経て現在は043に統一されている。 鎌取駅おゆみの駅東日本旅客鉄道、京成電鉄高速バス路線バス高速道路、有料道路一般県道放棄美術館。ありがとうございます。